えー、こんにちは黒田和之です。今日もごご視聴ありがとうございます。今日は漫画「マンガブルージャイアントを100倍楽しむ」の第2話をやるので、えー、今回もちくちゃんに来ていただきましたしま途中で服装が変わりますけど途中これちょっと撮り直しで撮り直ししてみました <laughs> っていうか撮れてなかったので、ね、ちゃんとね。はい、でえー、っと第2話はですねあのー。 ラのシャープの音がどうしてもあれラのシャープだよねそうなんです<の>運指が、ね、その書いてある運指表があったんですけど、ね、適当かなって思ってよく見てみたら,たらラのシャープではいちゃんとラのシャープそう飛ぶなーっていう音がどういうことかっていうとまあジョニー・フリヒンがパッパパラパパっていうところを口で何回も言ってるから、うん、そこでは何曲なんだろう そう、アルバムは多分「ザ・リトル・ジャイアント」なのでその「リトル・ジャイアント」の名のどの曲なのかなっていう話をちょっとしてみたのとあとリードは「リコーのジャズ・セレクト」五枚入りということでさっき下で見せてもらったけど青いやつ青いパッケージはい、青い青箱です、ねうん、普通みんなミドリー使うのバンドでそうですあでもジャズ・セレクトはすごくオーソドックスですねすですそれが五枚入りなんだけどっていうお話がとでリードの3番 リードって番号が付いてて。そうです。それのよーく見てみたら、ダイくんの場合は三番,、うん、番を使ってる。え、うん、ちくちゃんが。私は二点五っていうて、ね。番号ですで。その番号のお話、とかをしていきたいと思います。そ,すね、それでは、始めていきます。ラのシャープがどうしても飛ぶなっていうことでですね。こうサックスを持ってきたんで。これね、れ指が初心者の人にとってはすごい難しいと思うんですよね。こう、こうだっけ。はい。で。 で右手は指は何も押さえずにこの人差し指の第一関節あたりのキーを押すんですこここれだっけ、はい、こう普通は普通僕普通の音鳴らせないんでこういうそう、あとここのこのオクターブキー押すと, <laughs> とこの「ぺ」っていう音が「ーっていう音ですね,ね チクちゃん吹くともっと上手に全然音違うもんねそうですか同,じ同じ楽器だとは思えない音が、ね、そうですね今日は同じアルトサックスを持ってみましたこの「ピャッ」っていう音が <laughs> 音<声>全然ちゃうわ <laughs> キュッキュッてまこの音を飛ぶってピーってなっちゃうんだよねはいそれが行き過ぎてピーってやる時がみ締めるとなるよねあそうそうそうですそうですこういう音ねこういう音ねだから多分こうキュッて口を閉めちゃうとここがくっついちゃうから高くなっちゃうそうですねどうやってやるんだろうあそうあこれただに噛んだだけみたいなオーットって感じがはいそうですね <laughs> そうですね、すオーネットコールマンっぽい感じ <laughs> <laughs> ちょっと頑張って追求してみようかな、はい、フリーっぽいこうアプローチで使えそうですね,、はい、そうかもね原因が、指が難しいから難しいはい、難しいからじゃないかなって思いました<ー>あ、ですラから行くならいいけど、うん、他の、例えばレ,レとかたくさん押さえてるところかいきなりピュって行くのは難しいですよね,ね <laughs> <あ>ねい、いけないですよねいっぱいいいっぱ離してさらに押さなきゃいけないから、うん、多分こういうことをしなきゃいけないとき<ー>でラのシャープっていうのはシのフラットですよねラのシャープってことはシのフラットラのシャープ、C、のフラットだ、ね。だからレから普通のナチュラルのレからシのフラットは普通に行きますよねなるほど、うん、だからラ,ラからシのフラットシのフラット C のフラットなんですけど、D のシャープと同じですよね。指的に。指は同じなんですよ。ういうこ,これ行かなきゃいけないときがあって、そういうことね。そう、本当は替え指っていうもうちょっとやりやすい指もあったりするんですけど、多分ダイくは、うんうん、あのまだ知らなかったんじゃないかなと思います。うんうん、文化センターの人が入ってる、喋ってると、なんだこう日本海外に行くとさ、サッ高校生だとサックスの授業って普通にあったりするの。 で、えー、チョイスができるんだって楽器をで楽器をね、チョイスができてまあジャズのバンドとかあと美術とかなんかチョイスができてで、結構みんなサックス吹いたことがあるっていう人が結構多いからえー、すごいですねそうそうそうだからジャズ流行るのに日本はなんでって言うんだけど日本はみんなリコーダーやるじゃんあ、そうですねあれだからやっぱりこう配給するのにサックス一個ってね何十万もあるからそうです、ね、だって学校によってはないところもありますし、ね、そう、あるからねただ

下手すぎるでもでもあれですね普段吹いてないってことはああ普段吹いてなくて突然持っても音はやっぱり出やすいああなんていうかな作りになってるんですよ。ああそうだよね、はいう なので、めっちゃこういう意味ではあのー、結構大人の人でも始める方多いです、ねうん。そう。だからサックスって意外とだから指使い一緒だから。そうそうそう,そうですソ。ソプラソプラリコーダーと一緒かドレミファソラシドの指使いがそうですそうです。アルトリコーダーってどどうか真ん中からね。こっからだもんね。そっから始める。はい。ドレここ押した上でのレ。<laughs> ここれ？はい。 でファをシャープさせるとちょうどああそうか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 こういう指ですね。まああの、はい、時間かかるんでって <laughs> いうそのアルトリコーダーだとドアたこのソ,ソプラノのソって言われたりとこれはあの管楽器が S 管とか米管とかっていうのがあって。 えー、これってだから普通にどをやるとミのフラットがなるんだよね普通の実音でいうとあそうそうそうピアノでミのフラットをそうですそうです、ね、ミのフラットがなるってことはど、うん、を吹くとミのフラットに転調されるってことなのねだからうん、うん、頭がだから S 感っていうんだよねあそうですそうですうまあ楽器作る時に、うん なりやすい長さ、うん、缶の長さをどの長さにするといい音響くかなっていろいろ改造してった時に、うん、あこの長さでサックス作るとベストだねってなったんですよだけど指使いがややこしくなったりするとあれだから順番にこうしたから。 こういう指使いでって決めてたときにたまたまそのどの音がピアノでいうミノフラットになったからこっからっていうことになりますそうテナ,テナーだとテナの音使いこれがダイくの楽器はテナなんだよねちょっとテナサックスを借りてきましたテナ,テナサックスはここは曲がっているそうですねっとアルトはまっすぐでちょっと大きいんですよねね大きいでテナーは米韓だから B フラットの普通のどの音を吹くと そうですドなるってことね、うん、だからその頭でちょっと切り替えながら行かなきゃいけないの時はこの間五度圏の説明をしたんでその辺を見てもらうと分かりやすいこうちょうど3つずれるのと2つずれるのとっていうお話ですね。 サックスっって昔一時期あったらしいけどっ全然、うん、そう音が鳴らないんですよね鳴りが悪くてで、うん、どうしても普及されずにもういらないよねみたいになっちゃったんですあなるほど、ね、で音域的にはアルトとテナーのこうちょうど中間ぐらいの音域なので、うん、別にアルトかテナーが吹ければあのどっちもその音域は音がちゃんと出るからうん、うん、その方がいいねっていうふうに思います あんまあ、普及しなかった。全然普及しなかったですね。ねたまにあの変わったものがお好きな方とか、うん、そのこう鳴らないもどかしさみたいなのを表現として使いたい人がたまにこう使うことがあるんですけどああ。そういう意味で使ってんだ。なんかあのよしきさんね、ドラムのよしきさんあれはアクリル使ってる。アクリルってそもそも振動しない素材なん。ああそうですよね。<laughs> でもあれは透明だからっていう意味かなと思ってたけど、もしかしたらカレ的にも鳴らな,らないもどかしさ。なない <laughs> でもよしき。 ファンの場合それは多分ないですね <laughs> いやでも鳴らないもどかしさを鳴らし切るところが <laughs> あ,あの人のすごいとこかなって多分ね、真で,でも鳴るがきだと鳴りすぎちゃうとかあるかもしれないですね彼は多分ね、すっごいパワーヒッターだからあのパワーヒットでテンポ200で16ウォンプとか信じられんよ、うんうん、それから体壊すよねみたいなそうですね、私もエ X ジャパンすごい好きなんで真横で見たら絶対感動すると思うもんね見てみたいけどはい、見てみたいですね,ね ということでございます。なので、えっ、ー、とラのシャープの音がどうしても飛ぶなということで、管楽器の解説から、うん、えー、ここまで行ってみたということですね。はい、じゃあジョニー・グリフィンのパッパ、パッパラ、パ,ッパ,パ,パラパパか、<laughs> パッパ,パ、パラパパ。<laughs> これはどこなんだろうって二人で散々探して。<laughs> こ,のこのメロディーじゃないかもしれないですもんね。私たち勝手にパッパ、パラパパって、あの馴染みの曲が多分洗脳してます。ねだから。 「そのマイ・リトル・ジャイアント」ってアルバムなんですけどこれはすごくまあ名盤中の名盤で僕も「オリーブ・リフレクション」ってこ,この曲かなと思ったけどこれはあの僕矢野沙織ちゃんのツアーですごいよくあのやっててすごいこう複雑だけどもう本当にハードマップっていう時代がいわゆるそのアドリブばっかりだった時代からどちらかというとこうアレンジを結構施したっていう形で「三冠」って言ってえとこれはテナーか。 テナーとトランペット,ペットオーブル・ミチェルとでトロンボーンと3人でやってるので、はい、なのでこうすごいこう決め事も多くて、ね、聞き応えこれハードバップっていわゆるこれって感じがする、はいすね、ゴリゴリなジャズって感じだねでね分厚い感じあとエネルギッシュな感じなのでほんとダ大君が好きそうな感じのスタイルだとすごい決め事も多くてね。 の目で出てくるんじゃないかこの「パッパパラパパ」はプレイメイトの中のフレーズにこういうものが入っていたので、うん、これじゃないかなこのねこうやって探すと結構この面白いなと思って「<laughs> はい、プレイメイト」って曲が入ってるんだけどその中の、えー、フレーズじゃないかなそうですねな他にも結構歌ってたけどちょっと近かったよね多分これ,が一番、はい、これが一番近かったですね、はい、じゃないかなと思いますので。うん えー、一応下にリンクを貼っとくので聞いていただいてよ <laughs> ければこのアルバムねアルバム自体いいからもう全部聞いたほうがいいんですよね、えー、で、えー、リードが「リコのジャズセレクト」の5枚入りってやつあ,あの下に置いてあったねお店に置いて,てましたが、うん、えっと8枚入ってるねあ,のあれの中ではあそうなんです漫画では数えてみたら8枚入ってて、うん、なんだおかしいなと思いました、うん、普通テナーは枚入りだから,、はいだから ちょうどあの、マスターがこっそり三枚入れてくれたんじゃないかなってあ,あれ、多入ってるぞって言ってました、ね、そ,うそ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 う、っていうところへんが、うん、なんか分かる人は分かるみたいなそうですねだから、えー、マスターが3枚多分に入れてくれたのではっていうところも楽しんでもらえばいいかなとうん、うん、でまあリードの三番、リードには番号があるということでそうなんですえっと、何番から二番ですね二番からえちくちゃんが二番使ってるんっけそう、私二番 でととか3半とか半って、で、大体4ぐらいまでがいわゆるお店に売ってる感じですね。うん、このリードっていうのがこれなんですけど、うんね、これね多分これなんですけどこの竹べらねこれをここ吹いてで、これリガチャっていうやつねあと、はい、で出てくるトめグ,、ねうん、グ。このリガチャ変わるだけで音変わるもんね。 結構変わります。ね、でこのマウスピースってもうのを外せるんだよねここはね。でここ外せるこ,これもあのまたデクスタのメタルの話が出てきたりとか、ね。ここみんなこだわるんだけど。はい、でこの竹ベラがこうやってここにくっついてるやつがこの竹ベラ自体の分厚さじゃないんだよね。はい分厚さかなーって思いきやこれはあの抵抗感の違いで、うん、実は。 ここの,なんてうの厚みは全部一緒とかか言われてるんんでですよねうんなんかこう機機械械マシンであの削っていくような形なので全部一定の形になってるはずなんですけど、うん、繊維は天然のものなので、うん、太さや硬さが、うん、ばらつきがあるじゃないですか。であのこう吹くとブルブルっと振動するんですけど、うん、そのブルブルの抵抗感ですね。 で、これは吹き手、私たち吹き手に影響があるで、自分に合う番手をこう探すとベストなんですけど、暑いからいいとか。あの薄いからいいとかではなくて。まあスピースと自分に合うものを選ぶ。うんうん、まあ、それが自分の声になっていくって感じだもんね。そう,そうです。そうです。これでも作る人いる。なんか誰かいたよね。これ自分で削って作る人。 あ、それね、オーボエの人は自分であ削るんだ。そう、足のその素材を買って自分で削るけど、うん、サックスの人はあのオーボエほど繊細な楽器じゃないんですよ。オーボエってすごい古典的な楽器だから、うん、あのととにかくすごいもう絶妙じゃないとダメみたいな。なんかレッスンの間の半分ぐらい削ってるっていうもんで、ね。そう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 。<laughs> だけど、サックスっていうのは大雑把に作られてもう100年前ぐらいにできた新しい楽器だから全然扱いやすくなっていてリードもはっきり言って大工自分で作ってならないって言っまたけど自分で作るんで竹から作るってなかなか難しいけど足かなんかのやつで自分で削って作ってる人もいたけどできなくはないと思いますね。 二半これ二半？はいそうです。私はいつも二半がまあちょうどいいコントロールしやすい。うんはい、じゃあ二半でバーっと吹いてもらって。<も>はい。滑らかに吹けます。はいじゃあこれを三半で。あ。 すごい、ね、内側が…なんか全然近く違う感じがする <laughs> うふーんってやっても、こんだけしかならないああ<ー>。大変な…だいぶ大変そうな感じが分かった <laughs>、はい、かなと思いますが聞き取れるかな聞き取れてるよね、多分ねうん、聞き取れてるなと思います、うん、というわけで、まあ聞き比べをさせていただきましたが、はい、あ音が重くなる、ちょっと分厚くなるのはやっぱり抵抗感あるからそうですね、ねうん、うん なんか重い感じにた、ね、マウスピースに合わないっていうのも結構あると思いますねちょっと薄めの方が合うマウスピースだとそうなるし、うん、あのクラシックのマウスピースだとこうマウスピースの中のくり抜きが細くて、うん、で分厚いリードがまが合う形状のものがあるんですね、うん、そうするとそれでも鳴らしやすいものはあったりします。うんだから サックスって不きは音出るけど、ここでもすごい変わるし。うん、あと口の容積によっても全然音が変わるんだもんね。だからすごい人によって全然違う。うねうん、まあ、でもサック生音聞いたことない人からするとほとんど変わらんよね。確かに。ド <laughs> ラムもシンバル。俺、俺のシンバルって結構こう。結構高いの使ってるんだけど、ああ、音あ<れ>特徴ありますよね,ね。でも同じプレイしてる人にシンバル変わったんですよ。って聞く、うん、なんか違い分かりますって。 チーンって聞こえる。いやいや、そうだよ。シンバルは一緒だって。あんまわかんない。ただ、じやっぱりね、いい楽器ってレンジが広いから、ちっちゃい音もいいし、大きい音もいいんだけど、安いやつ楽器って悪くないんだけど、いいいいところがすごく狭い感じがする。確かにそうですね。サックスもそんな感じでやっぱりね。そのこの辺はいい音出るんだけど、この辺がすごくこうなんか安定しないなとか、なんかスカスカになっちゃうみたいな。 バランスがいい感じだよね、ガチでね。ただ、それはまあ、ただサックスのとなっていれば、一般の人はあんまり違いが分からんけど。毎日吹いてる自分らはさ、うん、すごい違う。だから、うん、あの正月のさ、番付のあの音楽る。あ,はいはい、あれ、ネイ色のやつ、俺今まで外したことないんだけど。私も外したことはないです、ね。うん、あれはわかるけどね、でも、ちょっと。 やっぱ引っ掛け的なとこもちょっとあまあでも音の分厚さとかやっぱり響きが、ね、年々違うからあれだけどそうですね、うん、テレビのあのなんていうのよくないスピーカーの音でも全然わかりますよねうんね、うん、まあやっぱ毎日楽器やってる人からするとだいぶわかるかなって感じですね。うんうん、というわけで。 ガキのことも詳しく書いてるなという <laughs> 本当に詳しく書いてある、ね、めっちゃ詳しく書いてあるよねだっ,だってあんな運指とかまで運指表ちゃんとパーフェクトでしたもんねねえねえバッチリだったよね、うん、すごくなんかねあの一瞬パって見た時は、うん、あ適当な運指かと思ったんですけど<う>あちゃんと音だそう。だってさ、うん、こうなんか 変なこう楽器だとさギターの弦がないとこ弾いてたりとかさあと何だっけあの音符にさ16分音符なんだけど白玉になってるとかさ何音符なんだみたいなのがあったりとかしてしかも「付点ついてたり」とかて <laughs> もうなどうやって演奏するんだろうみたいなのがあるけど <laughs>、ね、まあもかなりちゃんとすごいちゃんとしてます、えー、ねえ多分なんかこう誰か,こうか監修してる人がいるのかなと思って。 大体わかります、ね、ああ本当、うん、そっかそっかああじゃあその辺もまたおいおいやっていきたいと思いますではい、本日は以上になります今日も最後までご視聴ありがとうございました今日も最後までご視聴ありがとうございました今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方はいいねボタンを押してくださいチャンネル登録の方もよろしくお願いします私のメールマガジンがありますので詳細の欄から URL がありますからそちらで紹介ページの方でぜひ メールマガジンのご検討ください毎日僕からメールが届きますジャズドラムのこととかジャズの歴史のこととか心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますのでよろしくお願いします三大特典もついておりますのでぜひご検討くださいそれでは今日は最後までご視聴ありがとうございました黒田和義チャンネルでした